それでは講演会に入ります。まずはじめに五島列島の歴史について、長崎県教育庁学芸文化課の中尾敦氏が海から見た五島列島の歴史と題して解説いたします。それではよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。長崎県教育庁学芸文化課の中尾と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。私の方からはですね、遺跡の発掘調査の成果ですとか、あとは今五島に残っている文化財の観点から五島の歴史について簡単に概略をお話ししたいと思っています。ただですね、私が今回お話しする時代が旧石器時代から江戸時代まで、時間でいうと大体1万5000年とか2万年ぐらいの間を、30分でお話しするということで、かなり駆け足になってきます。で、私の本の配布資料として、遺跡、今回お話しする話の中で出てくる遺跡の地図と、あと年表をつけているかと思います。で、細かい時代の背景とかですね、大体いつぐらいからいつぐらいまでの時代なのかというのは、こういった年表とかを参照いただいてですね、私の方からかなり駆け足でのお話になるかと思うんですけれども、ご了承いただければと思います。では早速話の方に入っていきたいと思います。私の今日の話の内容はですね、大きく3つあります。1つはまず五島列島の位置と環境ということで送り返って、で2つ目に、時代ごとの概説ということでお話ししていきますが、海から見たというテーマがありますので、2つの視点からお話ししたいと思います。1つは海を舞台にした生業、漁労活動、漁業ですね。どういった漁業が時代ごとに行われていたかという観点。それからもう1つが海を往来したもの、人とかものですね。貿易活動というのはどういうのがあったかというのを、この2つの視点から各時代ごとにですね、お話しできればと思います。で最後に海から見た五島列島の歴史的特徴ということで、長崎には五島以外にも壱岐とか対馬とかですね、そういった島々がございますが、そういったところと比較して、じゃあ五島の特徴って何だろうかというのを最後にお話しできればと思っております。まず五島列島の歴史と環境です。これ、皆さんよく見る日本地図ですね。東京都、今の首都を中心にして、作っている地図で、すぐ南東の方が切れてて申し訳ないんですけれども、赤丸つけているところが五島列島ですね。距離で行くと、大体東京から1020キロですかね。で、昔の都があった奈良とか京都から650キロぐらいの距離になります。で、次の地図は五島列島を中心にして見た時の周辺地域との距離っていう、またちょっと違った見え方ができるんですけれども。これだとですね、隣の中国までだと東シナ海を挟んで直線で800キロぐらい、であと沖縄の那覇までだと770キロぐらい、で釜山までが240キロぐらいですね、で福岡までが140キロぐらいということで、ちょっと先に結論めいたことを申しますと、およそこの範囲でですね、五島列島の人たちの歴史が展開していたということが言えると思います。この地図をちょっと頭に留めながら以後お話し聞いていただければなと思います。でもう一つ五島の位置と環境を考える大事なのが海流ですね。黒潮から分岐して、北にこう流れる対馬海流で、この影響で、気候が非常に温暖ですとか、豊かな海流魚がこう回ってくるとか、同時にですね、歴史的にはこれを使ってこう人が移動してくる、この大動脈役割も果たしていたということが言えます。で次は五島列島の大きな地図になります。で五島列島は、五島という通りですね、南から福江島、久坂島、鳴島、若松島、中通島という大きな島がおよそ5つあって、その他にもさらに北に五鹿島、それから福島があります。で今回は今の行政区分では富士町とか佐世保市になるんですけれども、富士島、福島も歴史的上に関連が強いですので、今回五島列島の歴史として一緒に扱っていきたいと思っています。
で、地形でいうとですね、非常にこうこの地図がちょっと立体的な陰影でこう山とかを表現した地図なんですが、山がちな地形で、で、もう少しこれ少し平べったいところがいくつかあるんですけれども、この島も平べったいんですが、これ全部火山でできた半島島なんですよね。で、割と新しい、火山なので、まだこう土壌化が進んでなくて、こう粘土があんまり発達してないので、こう水田とかを作る時のこう水を貯める粘土があんまり取れないんですから、水田があんまりできないと。そうするとやっぱ畑作が中心の、農業をやっているという地域になります。あとは非常にこう海岸線が入り組んでいて、まあ、リアス式海岸と言われますが、そういったところがこう魚が住むには絶好の環境だということが言えると思います。で、次は時代ごとの解説に入りますが、まずは旧石器時代です。旧石器時代はどういう時代かというと、今よりも平均気温がかなり低かった時代、寒冷期、まあ、よく聞くのは氷河期とかですね、そういった言い方しますが、今とはだいぶ環境が違ってた時代です。で、寒くなると海岸線が下がっているんですね。まあ、普通はこう雲になって、雨になって川になってこう海に流れているんですけども、降った雨がこう氷で固まって海に流れる水の量が減ると、海岸線が海面が下がっている。で、大体、一番海面が下がった時に130メートルが下がったというふうに言われているんですが、今こう地図で、大体海底100メートルの等高線の線を引きますと、五島列島は九州の陸続きだったということが、でこの頃の遺跡としましては、まあ、最終的に石器群というのがいくつか見つかっているし、さらに前の内型石器も使っているんですが、まとまって見つかっているのが最終的に石器群というところで、福島とかですね、あと五島市の方で見つかっています。特徴はですね、最終的にというこういうカミソリの刃のようなこういう石器をですね、たくさん取って、これを木に溝を掘ってこう組み合わせて使うんですね、槍のようにして使う。これで今絶滅した、この頃、大体かもしれないところからわかるんですけど、ナウマン族とですね、大津の地下って、まあ、今絶滅した動物なんかを取ってたんだろうというふうに言われています。で、縄文時代になると、温暖化し、今と同じような暖かさになって、海面も上がって、今のような海が出来上がってきた時代です。で、対馬海流も、北上して、五島の沿岸を洗う、そういった環境になります。そうしますと、この縄文時代に至って漁労活動が始まるということが分かっています。遺跡から出てきているのは、例えばこういう矢尻なんですけど、通常の陸上で使う矢尻に比べると非常に大きい、5センチぐらい、通常が2センチぐらいですけど、倍以上あるの大きいやつで、こう横のところにこうノコギリのようにザク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 するんですね。で、これと組み合わせて、こういった石の子っていうのですが、小さい石のかけらを同じようにギザ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 したような、こういった石器を作って、ここにやっぱりこう棒に溝を掘って、こういうのを組み合わせてですね、森として使ってたんだろうと。で、沿岸の遺跡で非常に出てくるので、やっぱ魚を取るのに、大型の魚を取るのにこういう道具を使ってたんじゃないかというふうに思います。で、あとはアワビおこしって言ってるんです、クジラの骨で作っています。だいたい20センチちょっと、手のひらから手首ぐらいまで大きさでしょうか。で、これは石とか五島でよく出てくるんですが、地域によって形が違ってて、五島のアワビおこしの特徴は、横から見た方が少しこう塩が膨らむんですよ、厚くなる。塩がこう段々に少し膨らむっていうのが特徴になってます。で、もう一つ特徴的な魚類です。僕ね、これなんですよ。イノシシの牙で作ってます。これ何かというと、こう下で、これが雨ざれたやつがしっかり、ガスの状態が分かるやつなんですが、大型の釣り針なんですね。で、縄文時代でまだ鉄がない時代なので、これがその大きさでいうと15センチぐらいの非常に大きな釣り針なんですが、こういった大きい釣り針を作ろうと思うと素材がないんですよ。こういったのにペンで作ろうとかないので、イノシシの牙と あとは鹿の角です。鹿の角で軸を作って、で、イノシシの原子で針を作って、
を紐で切り入って組み合わせで釣り針すると、こういったものが出てくるんですね。でこういったものは九州でも島嶼、まあ、五島とか壱岐島とかですね、島とかあとは九州の沿岸部で出てくるものです。で多分こういう釣り針にとってるのは大きいサメとかですね、骨が出てくるので、そのサメの類とかあとブリの類も出てくるので、そういった大型の魚を取ってたんじゃないかというふうに考えられています。で、この時代の交流の証拠としてはですね、韓国の有機文土器というものが頭ヶ島白浜遺跡から出ています。わずか1点なんですけれども、こういう、線を引いて、ちょっと分かりませんが、赤い顔料を塗って赤くしているんですね。こういった時は韓国の南部の方で見られるので、まあ、対馬なんかでもまとまって出てくる遺跡があるので、そういう対馬を介してこういうことを地域とこう交流してたんじゃないかということが言われています。続いて弥生時代になりますと、稲作が入ってくる時代なんですね。で通常その福岡、九州の平野部とか、まあ、福岡とか唐津とかですね、平野部では稲作を行って、まあ、稲作で使うですね、こういう石包丁というのがあるんですね。ここにも紐を通して手のひらにつけて、稲の部分でこういうこういうと買っていくようなところで、こういうのが出てくると、ああ稲作やってんだなというのが分かるんですけど、実はこう弥生時代になった時の五島では石包丁がほとんど出てません。オジフカで1点だけ出てたと思うんですけど、他ではもう全く出ないんですね。その代わりに縄文時代から作られていた貝塚ですね、海の貝殻をいっぱい食べて捨てた後ですね、そういったものが、まあ、他の地域では、まあ、規模が小さくなったり、もうそもそもなくなったりっていう傾向があるんですが、五島では弥生時代になってもこういう貝塚が作られる。であとは縄文時代の特徴的なグローブとしてはアーレコス、非常に大型化します。30センチぐらいです、非常に大きいですね。で、五島のアーレコスの特徴といったら後ろにこう分厚くなってダウンを持つ、こういった特徴も継承されているので、縄文時代の漁労がそのまま弥生時代に引き継がれて漁労活動をやっていたんだろうということが分かります。でこのアーレコスについては展示もしてあるんですけど、公演の後に実際にこう異物を手に取ってですね、説明して皆さんにも機会に作ろうと思いますので、ちょっとお楽しみにされていただければと思います。で他にもですね、墓としてはこういうテーブル状の石を、まあ、墓の上に据えたですね、これ石碑というのができます。これ元の宇品の方で出てきたんですが、こういったものは朝鮮半島から入ってきた稲作とともに入ってきたので、まあ、稲作自体はやってないんですが、こういったその墓の習俗というのは受け入れている。何らかその情報が入ってきて受け入れているということは言えようかと思います。でもう一つですね、その交流、今までその、縄文弥生時代に朝鮮半島との交流というのは注目されるんですけれども、その他にもその一つ南東とのつながりというのがあります。南東というのは今の沖縄とかですね、ああいった南の方の島々なんですが、ここでこう南東でしか取れない貝で腕輪を作ってるっていうのが分かってきました。それが五島の遺跡から出てるっていうんです。これも同じく福島の例ですが、これは穴を掘って埋めた人工通ですね。この腕のところを着目してみると、ちょっと拡大したらこんな感じですね。腕にこう貝の腕輪をつけてるのが分かるでしょうか。それがまあこうこれなんですが、この腕輪の貝の素材がそこを落ちたのかという貝で、この五島では全く取れない貝で、まあ、おそらくその南東の方から持ってきたんだろうというふうに言われているんです。で、この南東の貝輪っていうのは、農耕を、稲作をやって、弥生時代の時代に成熟していた福岡平野なんですね。ああいったところで青銅器なんかと一緒にこう埋葬、服装される、まあ、当時の王様クラスの人たちが非常にこう重宝した。そういったものをこう南東からこう福岡平野に運ぶ役割をどうもこの古都の人たちが担ってたんじゃないかということで、まあ、分かってきています。この辺りの話を後ほど日野田先生からお話しいただくことになります。で次に古墳時代なんですけれども、古墳時代になると五島列島が非常に遺跡が減少します。で古墳っていうのはその人をこう埋葬する施設のようにこう
土を持ってですね、こうマウンド状にこうしたお墓なんですけども、まあ、最近その大阪の方の古墳が世界遺産になってますが、ああいったものはですね、五島ではお時間に2基出てるだけで、それ以外はですね、こういった、まあ、こうしたりもできますけども、石棺墓、弥生時代から石棺墓というのを使っているようです。で、遺物としては展示でも出てきてますが、三陰家の鶴見方記台とか朝鮮半島系の皇室土器というのがありまして、古墳時代はあまりこう入ってはないんですが、まあ、平井氷としてはも継続しているようだということが言えそうです。で、古代になりますと、それまで、あまり遺跡がなかったのに急にこう遺跡とかですね、あるいは文献に出てくるような地名というのが一気に出てきます。でこれは遣唐使が五島を経由して中国南部にこう渡るようになったというのが契機だというふうに言われてまして、で例えば地名ですと、地名でいくとですね、愛子、愛子の、まあ、青方ですね、愛子って言われてるところですとか、河原、あとは三味楽の三味楽の島か、三味楽の先か、柏崎、こういった地名が、まあ、出てきますし、まあ、おそらくこういったルートは、まあ、青方からですね、河原を経由して、柏崎から中国に行くというような、遣唐使のルートがあったというふうに言われます。でまた遣唐使としてですね、中国に渡った最澄、天台宗の開祖、比叡山延暦寺を開いた方ですが、あと空海の真言宗ですね、を開いた、まあ、空海というゆかりの場所ですね、例えば大宝寺、明星というのは空海の寺に行かれてありますし、まあ、中鳥島では三の三ですね、お最澄と一緒にゆかりになる、そういった場所というのが点在しているというのが、この時代の特徴になります。あとはですね、そのこの時代どういう生活をしてたかというと、その一端が伺える遺跡としては宮の国遺跡という福島の遺跡があります。ここでですね、まあ、非常に小さい2メートルかけ2メートルぐらいの調査庫を何箇所か設定してこう発掘したんですけど、その中でこうアワビが一緒に大量に出てくるっていうことが分かってきまして、まあ、この地域はその星アワビを頂点を献上してたということが分かっていますので、そういった星網の生産の場所ではないかというふうに言われています。まあ、ただ、ここもですね、まあ、調査する面積が狭くて、全体像のことは分かってないんですけれども、おそらく、こう、具のところでそういったこともやってたんじゃないかというのが推奨されています。あとは、その、シラリという、当時、朝鮮半島にあった国で焼かれた陶器というのが、福江島の大浜遺跡に見つかっていて、朝鮮半島との交流というのは、やはり、時代を超えて継続しているということが分かっています。でもう一つ、遣唐使船が終わった後の時代、10世紀後なんですけども、この時期は遺跡はなかなか見つからないですね。で、遺物もなかなか出てこなくて、我々の間ではちょっと空白の10世紀とか言ったりしてるんですが、ただその中央の貴族たちの間ではですね、赤として結構読まれてるんですね。で、かげろう日記なんかを見ると、伊豆子とか、おとにのみきくにみらぶの島隠れんし人を訪ねるということで、名前だけは聞くみみらぶというところで、もう亡くなってしまったあの人に会いたいものだみたいなことを歌ってるんですが、実はその、まあ、遣唐使が来なくなって、まあ、情報が途絶えるとですね、まあ、西の端の、まあ、異界との境界というんでしょうか、そういった場所としてこう、例えば死んだ人に会えるような、そういう場所だという認識が中央の貴族の間では広まっていたということはこれで分かるわけです。で、当時のその景観というのがおそらくそのまま残っているということで、この一帯はですね、国の名勝ということで今国の文化財として指定されています。次、中世になりますと、五島でもですね、豪族が発揮してきます。青方氏とか九州とかですね、あるいは豪族が発揮してくるんですけれども、同時にですね、国をまたいで貿易というのが本格的に始まるということですね。博多が起点です、日本側は。で、中国は中国南部の方なんですが、これを結ぶ、まあ、日宋貿易とか日印貿易とか、そういったものの中継地になったんじゃないかと言われますし、あとは和光と呼ばれるですね、まあ海賊行為も含むような死貿易といったでしょうか、そういったものにも参画したんじゃないかというふうに言われています。で、その証拠になるようなものというのを今回、親しみ展示していますが、これはいずれも文字化町内の遺跡になります。
まず左下がですね、これは前方湾という、まあ、海底から見つかった、まあ、12世紀から13世紀ぐらいの、まあ、貿易陶磁器というですね、白磁と言われるもの、青磁と言われるもの、あの中国でしか焼けない陶磁ですね、焼き物で、日本では非常に、貴重なものなんですが、こういったものが一式海底から出てきます。で、あとは、大鹿町内ではですね、10本以上、こんなとこです。イカリ石というんですが、あの船 の, あのイカリに使う石なんですね、細長い3メートルぐらいある石なんですけど、こういったものが神社に祀られてたりとか、あと海底からもたくさん出てきます。そういったことがあって、お時間 の, その前方湾のところには、どうもなんか中国の船が入ってきて、しかもこう沈没船とかがあるんじゃないかということで、あの水中調査を結構やっています。こういったものがあります。あとはですね、お時間の沖ノ鴻島神社というところには、これが15世紀ぐらいなんですけど、中国で焼かれた河南山菜という焼き物ですね。緑と黄色と、まあ、白もあるんですかね、確かに山菜、きれいに緑色に、まあ、なって焼き物ですが、こういったものが奉納されてるんですね。おそらく航海の安全祈願とか、そういったところで、こういった貴重な焼き物が奉納されているということで、まあ、他にもですね、五島ではこういった陶磁器関係が結構出てきて、日中間の貿易の中継地点だったんじゃないかというふうに考えられています。あとはですね、お墓、中世のお墓が残っています。これは若松島 の, せの西の端のまた日の島というところの石塔ですが、五輪塔とかですね、あと宝鏡院塔もあったと思います。で、こういった石塔、中世に石塔を建てる人たちというのは非常にお金があって、裕福でないとまず無理なんですね、こういった。なので、まあ、こういった今はすごく偏僻な場所にはなるんですけれども、こういったところでもですね、非常に財力を持った豪族がいたということがまず分かります。で、さらにこの石塔で使っている石材なんですけれども、ここで響き石って私書きました。響き石というんです。で、これ業界岩という石なんですが、これの産地がですね、福井県の若狭山ということが分かってきました。で、そうすると今言ったようにこう日中間の貿易だけではなくて、まあ、日本海をめぐるですね、交易なんかにもこの集団関与して莫大なこう利益を得てたんじゃないかと、そういった姿も見えてくるわけです。で、それからさらに時代が進むとですね、これは、16世紀ぐらいになりますけれども、この時代はまあ中国の、まあ、商人とかですね、が非常に活躍する、志望役で活躍する時代なんですけれども、この中でですね、王直という人が五島に来た。で、これ攻撃をやったというのが分かっています。王直ですね。で、王直というと非常にこう大商人でして、例えばポルトガルから種子島に鉄砲の伝来があったとかありますけど、そういったものにもちょっと関与したような、そういった商人なんですが、そういった人が福江に来て、五島市と通商したっていうのが分かってて、それ東人街を作ってると。で、その時のまあ六角の井戸、平面六角形の井戸とかですね、あとは航海安全を願った明神堂とか、こういったものが残されています。で、中世の漁業って実際どういう漁業活動をしてたかということなんですけども、これは青方文書に出てきます。14世紀、15世紀ぐらいですかね、その中でカツオアリですとか、シヒアリ、シビ、シビ、マグロですね、マグロアリとか、あとユルカアミというところですが、これイルカアミのことだと思います。こういった文言が出てきたりします。で、あとはその王族の間でこう有川湾もそうですけども、漁場をめぐって紛争があって、それを巡ってこう幕府とかに裁定をお願いするとかですね、そういった文書結構出てきますので、まあ、かなり、豊かな漁場でその活発に漁業活動をやってて、まあ、その結果紛争もあっていると、そういったことが中世の中で分かっています。で、あとは近世ですけども、近世はやっぱりこの捕鯨というのを外したことは語れないと思うんですけども、もともとこの捕鯨は紀州の熊野、今の和歌山県が起源でして、この長崎県を含む西海地域一帯で16世紀の末から来たと言われています。で、五島では柏とか有川とかですね、まあ、有名な鯨組があって、もう非常にたくさんの人が参加しますし、莫大な利益が得ると、一等取れれば七浦を潤うというぐらいの莫大な利益をもたらすということで非常に盛んに行われた
の一つになります。でもう一つがですね、大事なのがその移住者が結構来ているということですね。例えば越前からは柴田家っていう人が来てて、今立串辺りに住まれていると思うんですけども、でこういう移住者の方が新たな漁法を、持ってくる。例えばカマス網とかマグロ網とかですね、そういった新たな漁法を用いて、しかも新たな漁場を開発してですね、五島の漁業の発展にこう貢献していくっていうのがあります。でもう一つはですね、その、この淡路島からやってきた人たちとかは、これ 漁業者ではなくて、こう魚を売る漁商の方ですね、商いをする、魚の商いをする人たち、こういった人たちも移住してくることで、販路、五島の魚を売りさばく販路の拡大にもつながったということで、販路を拡大すれば、魚たくさん取らないといけないし、たくさん取れれば、販路がまた広がるということで、いい相乗効果ですね、五島の漁業が発展していくと、そういったことが分かってきています。最後に漁業の移住者をめぐるエピソードを一つお伝えしますけれども、今大曽教会の下にですね、駐車場がありますけど、その近くに県の天然記念物にあっている五島青方のウバメガシっていう木があります。でウバメガシという木は長崎県の自然の植生であんまりこう生えない木なんですけれども、実はこの木はですね、紀州、今の和歌山県からの漁業移住者が移植したものだということが分かっています。で、このなぜこれをわざわざ持ってきているかというと、この木が非常に有用なんですね。例えばその木の皮は網をこう染める、こう塩で劣化しないようにこう網を染めるんですけれども、その染料に使ったりとか、あとは材が非常に硬いので、ロオールですね、船のロオールとか、そういった漁具に利用するということで、これをわざわざ持ってきて植えているということが分かっています。漁業の移住者は非常にこう歴史的に果たした役割が大きいんですけれども、なかなか今こう、五島の中回っててもその事実ってなかなか分かりにくいところがあるんですが、そういう漁業移住者の歴史を物語る数少ない非常に大事な文化財ではないかというふうに思います。では最後まとめたいと思います。海から見た五島列島の歴史的特徴、まず一つは非常に豊かな漁場で、もう縄文時代以来活発な漁業活動を展開しているということですね。これは考古学的な遺物からもそうですし、文章での漁場 の争いとかですね、あとは江戸時代に入ってからのこういう活発な網漁とか、あとは移住者がやってきて新たにこう網を開発したり漁場を開発したりするということで、非常に豊かな漁場で漁業活動が展開してたということがまず一つ言えます。でもう一つはですね、そういった漁業活動で使った技術とか知識とか経験とかを使って活発に保育活動をやってるということが分かります。で先ほど、私簡単にこうどこどこからこう人が来てとか簡単に言ってましたけど、これを地図に落としてみるとですね、弥生時代ですと貝の道というふうに先生呼ばれてますが、南東とのこうから五島を経由してこう福岡まで行くようなルートで五島列島の人たちも活躍してますし、古代の遣唐使なんかだと東シナ海を突き切ってですね、一気に中国まで行くようなそういったルートもあります。で中世もそうですね、一層に、日民貿易もこう東シナ海を突っ切っていくようなこういうルートで貿易をしているということで、壱岐とか対馬は基本的にこう目で見える隣の島半島を目指してこう攻撃するんですが、五島はその目視できないようにですね、非常に各地まで一気にこうワッといくような、そういった活動をしているというのが歴史的に見ると非常に大きな特徴ではないかというふうに思います。でそのためにはやっぱり五島の人たちがその漁業で培った技術とか経験あるいは知識ですね、そういったものがおそらく非常にこう重宝されて、例えば水先案内人とかですね、そういった形でおそらくこういった攻撃なんかにも関与してますし、和光とかですね、そういうこう、活動にも生かされたんだろうなということが容易に想像されるところです。以上、非常に駆け足でございましたけれども、私からのお話以上で終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。